ケンントチャンネルへようこそ今回はスペシャルゲストとしてロバート・ディ・エルドリッジ博士にいらしていただきました。どうもようこそ。よろしくお願いします。あの肩書ききをどういうふううういふに言ったでいいでしょうかそうですね肩書はちょっと長いんですけれども、沖縄にある海兵隊の太平洋基地の政務外交部の次長でした。 けれどもでした、はい、でしたっていうのはつ,、はい、つい最近までですえー、というすっごい偉い人でその前は大阪大学で教えていらっしゃいました。あのえー、それでその海兵隊の中にいるということは、はい、あのやっぱり今海兵隊の基地普天間基地をケノコに移そうとしてるわけです。はい、で毎日デモ隊が出ていて、はい、えー 普天間で朝は普天間、午後からは辺野古で、はい、っていうか,なんか変わったやり方ですけれども、はいはい、これの実態について私たちは東京にいてあんまりよく分からないですよね。はいはい、どういう方がデモに参加しているんですかそうですね、非常に、まあ、不思議なあの集まりですけれども。<laughs> 不思議な集まり、はいまあ、ご親切な表現 <laughs> ありがとうございます。そうですね、あの まあ、その純,純粋に例えばその、いわゆる平和主義者とか基地に反対するとか、はい、あるいはその一冊に反対する、はい、例えば環境問題、はい、の側面で反対する方もいるんですけれどもよりあの、まあ、大きな意味で例えば反政府、はい、あるいはその 日本政府、中央政府に対する、はいあまあ、運動家もいるし、あるいはその例えば移設に反対するんだけでなく、日米同盟、はい、日米の安全保障関係そのものを否定する人もいるし、はい、またはその実はの外国人。 活すけお世話ですね。<laughs> もうまさにその通り。あり。<laughs> 中には僕の知り合いもいますけどね。は、ま、い、あ <laughs> ねまあ。例えばその、まあ、韓国からの活ツ家もいるし、あの、まあ、中国、あるいはその、北朝鮮にあシンパシーを持つ、あの、方々もいるし、さらに、うん じゃあ在日朝鮮人とということでもうあの、もう、もういはい。はい、で、さらに、その、欧米系の、はいあまあ、活動家がいるんですけれども、はい、で、欧米というのは、例えばイギリス、はいア、アメリカ、オーストラリア、そうですね、フランス、イタリア、ニュージーランド、そういった国々からも、あの、実は、あの、行ってます。わざわざ。わざわざ。はい。暇ですね。そうですね。はい。 よっぽど何か信念を持っているわけですかまあ信念でやっている人もいると思うんですがその、まあ、例えばあの、まあ、することもないで、はい、特に自分の国であのやることもないしあとその、まあ、名前を売りたい人もあ<ー>あ、はい、いるんと思うん。 だから残念ながらちょっっとやっぱりあの、まあ、洗脳されているあるいは利用されている人も、まあ、実はいる。うん、なるほど、うん、その人たちはあのた特に例えば外国から来ている人たちは自分のお金でやっているわけですかうんとですね例えば、まあ、あ,るある人ですけれどもあ、まあ、彼はあの仕,事仕事としては あの新聞にあの、うん、投稿したりするんですのでそのまあまあ自身が書いたものを、まあ、売ったりするでまあ事前にその出張費としてあ来てるかどうか分かんないんですけども、うんうん、あのまああの実費で来てることはちょっと考えにくい。 はい、ね、あの滞在期間が長いし、うん、で行ったり来たりするので、うん、ちょっと考えにくいあところがある。うん、<で>どこかの組織がバックにいるんですか。か,かもしれない。であとあのこれがあの日本人のあ方ですけれども彼はあの。 まあ2つの新聞が沖縄にあるんですけれども沖縄新あ琉,琉球新報と沖縄タイムズですね、はい、で沖縄タイムズではないあの新聞の翔平でのですね <laughs> の兵であ,のあるとても有名なあの元あの新聞の記者が来られて、はい、で彼がその取材を受けたりそしてあ,のあ,のあ,のある集会にあの 沖縄タイムスではないあの新聞の車であその現地にあ、まあ、送られて、その激励に参加したりしていたんですので、彼の場合はあの沖縄タイムスではない新聞のお金で行かれたようですけれども。 いやもう分かりにくいね、今のね、本当に。<laughs> 沖縄タイムズ以外何があったっけ一般市民今給料もらってるんですかそういう噂がすごくあるんですけど。えっとですね、まあ、私が把握している限りはあのもらっています。大体 1>, いい1日いくら,ぐらいですかでえー、っとですね、そこまで詳しくないんですけれども、あのもっと詳しい人がいるんですけれども、<laughs> あまあ、例えばその普天間周辺で、はい あのやってるあの、まあ、方々、みんなの,、まあ、その年配の方々、大体、うん、いい平均年齢は71歳ですけれども <laughs> よく。よくそんな年齢で活動ができるんですね。そうまあそうですね、まあ、暇もあるし、でこ確かのある広告があって、その逮捕されても。あ 生活には支障がで出ない、はい、あような広告があの新聞にあったんですけれども。<う>うん、なるほど。募集してるんですね。はい、募集してるんで、その、まあ、給料というか日当があの辺野古ほど高くないあけれどもあの、ちゃんともらっている。で、一回あのそのお金が渡された瞬間の 目撃したことあったんで、<ー>であの写真あの撮るあの<ー>ことができたんですけれども、で、あの、基金がこの間できて、一か月前か2か月前に、で、数週間で5億円が集められたんですけれども、はい、それはあくまでその合法的なあの、まあ、その集金だったんですけれども、見えないものが もう多分その何倍ぐらいあるとまあ言われてます。でその基金の費用を使って日当を出したりそうですねあの集会を開いたりその活動費ですよね。はい、活動費あのボデを作ったりあのサインを作ったりとか。 はい、でそ,のその基金にお金を入れた人たちの名前は公表されるわけですかみず自らやってるような、例えば、あのカルユシホテルの、はいまあ、確か平さんとか、あるいは金ひでというスーパーがあるんですけど、その、えーまあ、社長か取締役の方、ゴーヤーさんとか、あと沖浜という会社とか。はいはい あのもうたくさんあ,の、まあ、あるようですけれども、はい、中国共産党からは、どうなんですかまあ、その名前で明記しているかどうかわからないんですけどいや、それ、<laughs> その名前では来ないでしょうけど <laughs>、うん、それもあるかもしれませんね。はいはい、いや、こういう状況ですから、これからちょっと心配ですよね。えっとね、ちょっとじゃなくて、かなり心配ですね、まあ。日本の将来、あ,あるいはそのアジア太平洋地域の将来。 を考えている真剣に考えている人たちはあのやっぱり心配する必要があるかなと思っています。そうですね。まあ沖縄はこの東アジアの平和を、えー、維持するためのまあ要員志みたいなものだと思いますんで、はい、<laughs> なるほどそういう状況ですね。まあ、えー、心配です。また速報をよろしくお願いいたします。はい